ミュージックボイスをご覧の皆様、こんにちは。ミュージカル東京ラブストーリーで関口里美役を演じます熊谷いろはです。私が演じる関口里美は主人公長尾寛治の初恋の相手であり、長尾寛治と三上健一から、思いを寄せられて、その二人の間で揺れ動く女性を演じております。私の原動力は美味しいご飯を食べることです。稽古をしながらでもいつもこうよし帰ったら美味しいご飯を食べるぞって思うとすごくやる気が湧いてきます。はい、今ハマってるのは、ベトナムフォーを食べることが本当に好きで、やっぱりこう歌う時に喉に引っかからない食べ物って思って、最初はこうベトナムフォーをよく公演前とかに食べてたんですけれども、食べていくうちにどんどんこう魅力に取りつかれていって、もうコロナ禍が明けたらいろんなお店に食べに行きたいし、ベトナムにも食べに行きたいです。ミュージカル東京ラブストーリーは、11月27日より東京建物ブリリアホールにて、公演がスタートします。ぜひ見に来てください。以上、熊谷いろはでした。